皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は10年以上の経験を持つ先生が陥りやすい経営難の傾向と打開策についてをお話ししていきたいと思います。私のところにはですね、いろいろな、ご相談をされる先生がいらっしゃるわけなんですけれども、何パターンかその傾向っていうのがあるんですね。で、例えば、開業初期、まだ右も左もわからない、そもそも教室の経験というか自宅で、授業を行うということもしたこともない方の全く初めての方のご相談を受けるケースと、あとはですね、ちょっと自分でやってみた、3年くらいですね、もがきながらやってみた、しかし今一つこう振るわない、集客できない、収益が上がっていかないっていう、そういう大体3年から5年ぐらいの方のお悩みで、もう一段階が大体10年以上の方、10年以上20年弱のあたりの方、大体似たような感じになるんですけど、その領域のスキルはものすごくある、だけれども、教室が伸び悩む、場合によってはじり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 どんどん売り上げが下がっていっているタイプの教室の先生、大体この3パターンが傾向として見て取れるんですね。それぞれのフェーズによって、対策とか、あとは環境によってもやっていくべきことが変わるわけなんですけども、今日はですね、とりわけその10年以上の経験を持つ先生が割と似たような傾向を持って、悩みを抱えてらっしゃる方が多いなっていうのを感じたので、今日はその悩みの性質ですね、で、陥りやすい経営難の傾向と、それをじゃあどうやって打開していったらいいのかっていう、このことについてお話をしていきたいと思います。まずですね、私がご相談を受けていて、いろいろヒアリングをするんですけれども、その時に10年以上の先生が持っているほぼ似たような傾向があるなっていう共通傾向があるんです。さて、それは一体何だと思いますか？ですね、実はですね、時代背景が多分大きく影響しているんですけれども、10年以上、特にとりわけ20年弱ぐらいの先生方っていうのはですね、素晴らしいんですよ。パイオニアではあるんです。要は当時はそんなにまだ自宅教室っていうカテゴリーとか、独立自営で自分で稼ぐっていうことをする、稼ぐっていう多分意識がないのかな、好きなことで、会社員でもなくパートでもなく教室を立って教えてみるみたいなことをトライしてみた方っていう方が結構多いんですね。そうすると、世の中のバランスっていうのは需要と供給のバランスで成り立ちますので、このバランスが崩れることによって価格が高くなったり価格が安くなったり、集客がしやすくなったり集客がしづらくなったりっていうバランスの不均衡が起きるわけなんですよね。バランスが崩れる、ギャップができるっていうんですけれども、当時10年以上ないしは20年以上前に教室を実際に運営するっていうことはどういうことかっていうと、非常に、バランスが崩れたいい状態で、経営をスタートすることができるんですね。まず具体的にどういうことかっていうと、教室の数の方が習いたい人の人数よりも圧倒的に少ない時代なんです。はい、だから需要と供給のバランスが、需要はすごく多いのに供給が少ないっていういいバランスの崩れ方になってる状態で教室をオープンできている。そうすると、何もしなくてもっていうのはちょっと言葉には語弊はあるんですけれども、習いたい人の方が圧倒的に多いわけなので、そこに教室が存在するだけで勝手に生徒さんが集まってくるという状況を作り出すことができているのが、10年以上20年未満ぐらいの先生が経験してきていることなんですよね。ある意味時代の流れに乗るというか、ある意味ラッキーというか、要はご自身が、ちょっと言葉は悪いです、一生懸命頑張ってらっしゃった先生もいるのも、知ってるんですけど、傾向としてお伝えしています。対して、一生懸命宣伝活動をしたりとか、必死に SNS とかないですしね、告知とかをやらなかったとしても集まりやすい時代がありました。
そうすると、まあ来た人が「あの教室良かったよ」と口コミで予約が入る。その人がまた誰かに伝えてくれると口コミで入る。だからほぼ先生は集客という概念がなく、勝手に人が集まる状態のウハウハする状態ですね。この状態をオープン当初から味わってしまっていることになるので、概念がないんです。頑張って人を集めるっていう、ないしはそれを計算をきちんと行い集めていくっていう感覚がない状態で10年以上過ごしてきている。ただとはいえ10年持つっていうことは、生徒さんに好かれる、ないしは支持される魅力がなければまずは無理なので、それができてるだけでもやっぱり素晴らしいことは素晴らしいので、そこはまず10年続いてるっていう方はご自身を褒めていただくっていうのはいいと思うんですよね。ではじゃあ10年続いている先生はそういう形で集客に関しては楽をしてきたことになります。そして世の中は変わっていきます。需要と供給のバランスが崩れるっていうことですね。今どういう状態になっているかっていうと、その10年前ないしは20年前の教室の量とは比べ物にならないほど教室が増えてきております。そうすると新しい教室がどんどんできますし、専門特化した、これがすごく得意とかこういう部分が、いいよっていう、そういうタイプの教室もボコ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 できてきているんです。多分そのスピードは、私が教室を実際に立ち上げているのは8年前とかになるんですけれども、その頃から自分がやりながらでも周りを見ていたりとかする教室の増え方っていうのが、なんかね、こういう感じで増えてってる気がするんですよね。こうじゃないです、こういう感じです。だからそれを自覚理解をしないで、ご自身の教室のスタイルを全然変えないで10年以上やっている先生っていうのは、後からどんどん台頭してきている厳しい中を勝ち抜くというか、たくさんある中で選ばれるためにどうしたらいいんだろうっていうのを必死に考えて集客をしている教室の先生に比べたら、やはり全然もう出遅れちゃうことになるんですよね。それでもまだ私の教室は今そういう状態になりつつある、どうしたらいいんだろうっていうのを考えて、同じようなことを取り入れようとしたり、努力して集客という概念を初めて自分の中に身につけて努力をしてみようとする先生は、まだ下がり幅はそんなに少なく、多少下がるじわじわぐらいで止まってる方とかもいらっしゃるんですけれども、ずっと楽に勝手に集客ができてた、だから集めるってことを自分で知ってこなかった先生、そういった方に関しては、そもそも気づいたとしてもどうしたらいいのかがわからないんですよね。何をしたら人って来るんだろうとか、どういうふうにしたら、ブログってどう書いたらいいの、ホームページって何を直したら人が見てくれるのとか、そういうのも分からずに、分からないけど日々が過ぎていくっていう、そういう状態でじり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 どん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 下がっていきます、売上が。でもこれ以上まずい、まあ分岐点ですね、どうしても欲しい生活費がある、でもそのギリギリまで来た時に、じゃあ先生は次どういう選択肢を考えるかっていうと、教室を続けるか、教室を閉鎖してパートに出るか、だいたいこの選択肢に当たるケースが多いですね。お金という分岐点、どうしても必要なお金が欲しいというふうにもしもなった場合にはですね、ここで例えば必要なお金が関係なくですね、例えばご主人に稼ぎがある、貯蓄がものすごくある、親の家の財産がある、だから大丈夫っていう人はもう別にそんなに働かなくてもいいわけなので、趣味化した状態の自分がやりたい楽しいことだけを選ぶ教室を運営すればいいんですけれども、そうもいかない教室が7、8割あるはずです。おそらく10年とか20年をやってきているっていう方に関しては、まあある程度こうお子さんがいらっしゃればそれなりには大きくはなっているものの、まだもしかしたら学費とかね、お金がかかるような時期だったりするかもしれませんし、ご主人が仮にいたとしても、その年齢が上になっていくほどその先っていうのがやはり見えないのが今の会社員の時代になりますので、そんな中で自分も稼ぎもやっぱり当てにされているし、しっかり稼がないといけないというふうな形になってきた時には、そうそうこう来ないからといってのほんともしてられないっていう、そういう状態になる、焦る、でも何をしていいかわからない、集客をしたことがないからです。なので10年以上の経験を持つ先生が陥りやすい傾向っていうのは、集客をしたことがないから楽に今までやってきている状態を
そのまんま気持ちの部分でですね、努力、集客に対する努力をしようと考えずにどうにかできるんじゃないかと思いあがいているっていう、まあ、そういう人が結構多いなっていうのを感じているんです。で、結果、ご自身で考えてちょっと動いてみるけれども、その方向が正しい方向に動けてなければ、やはり集客っていうのはやはりロジックなんですよね。きちんと組み立てをして正しい方向に向かって動くっていうことをしない限りは、どうしても間違った方向に動いちゃったらやっぱり集客ってできないですよね。だから集客は科学であるっていうぐらいに私は思っていてですね、ある程度セオリーとロジックがあります。で、それにのっとって教室の個性は出す必要があるけれども、きちんと組み立ててきちんと動けば、きちんと人って集まってくるように作ることができるんですよね。だからそれは学ぶ必要があるっていうのが、まず1点です。だから、特にご自身が集客っていうことをしたことがないということが自覚できるかどうかっていうのが、実は第一段階すごく大事だったりしますね。口コミと紹介だけで成り立ってる教室でいい時代を過ごしてたんだなっていうことを自覚できるかできないかです。なんでか知らないけど、どんどん人が来なくなる、売上が下がってる、どうしようっていうレベルだと、やはり打開策が見つけようもないので、はっきりと自覚する必要があります。今まで楽に集客できてたんだ私、今度はちゃんと、その制約じゃ、ごめんなさい、集客をするための、ロジック、方法論を学んで実践しなくてはいけない状態に時代が変わってしまったんだっていう、悲しくも厳しい現実を受け止めて前に進もうということを決意をしなくてはいけないっていうのが、まず一番大きな点になります。先生によっては楽をしてたんだっていうことすら分かっていない方もいらっしゃいます。今の時代の皆さんがやっている集客手法に対して、もちろんその全然自覚がないんですよね。だから楽をしてきた自覚がないから、同じ状態でいけると思ってしまっている方、当然同じ状態ではいけないし、現状維持は衰退であるっていうことは私はよくお伝えしてるんですけれども、現状維持は推進力が落ちるから落ちるだけなんですよね。例えばここでね、水、白鳥とかいう水鳥がこう足でこうかいてるから、ここにこう浮いて前に進むことができるわけで、これがなくなったら、まあ、水鳥は浮いてるかもしれないですけど、通常は推進力がないものは落ちていくっていう、だからエンジンかけ続けないと保てないし、さらに上行きたかったらそれ以上にエンジンかけないと上には上がっていかないので、想像以上にきちんと努力をするっていうことを自分で自覚してやっていかないと難しいっていうのをまず知る必要があるっていうのが1点目ですね。で、もう1点目はですね、これも若干耳が痛い、ちょっと厳しい現実のお話をしますけれども、ご自身の努力っていうのが、相対的に見てしてるかどうかっていうのを客観的に自覚した方がいいっていうことですね。具体的にどういうことかっていうと、集客頑張ってますとか、告知頑張ってますとか、今こういうふうにして私頑張ってるのに人集まらないから教室閉鎖しようと思うんですとかいうご相談も受けるんですよ。で、じゃあどういうことを頑張ってきたんですか、どういう集客活動をしてきたんですか、どういうふうにホームページを作ってどういうふうにブログを書いてきたんですかとかっていうのをヒアリングするじゃないですか。そうすると大抵ですね、ご本人は頑張っているつもりなんですが、私が客観的に引いてみた時に、今の世の中の人ってもっと全然普通にやっちゃってる人いっぱいいるんですよね。そうすると相対評価になるので、自分は頑張ってるつもりでも世の中が一生懸命頑張ってたらここら辺になっちゃうんですよ。だから、厳しい現実を言うようだけれども、自分でもしも頑張ってるっていうふうに思ったとしても、世間一般的に比べたら頑張ってる方に入りません。という話をすることがあります。
それはその自分の現在地を自覚してほしいので言う必要があるんです。だから頑張りは頑張りで認めるんです、その方ご本人にとってはということになりますけれどもね。だけれどもみんながもっと頑張ったら頑張ってないことに普通になってしまうので、だからそこまでして稼ぎたいのかないしは頑張りたいのかっていうのを自問自答するっていうのも10年以上やってる先生には必要になります。なぜならば昔は楽だったから、その楽さ加減でそのまま延長で教室ができると思っている人は相当辛いと思います。なのでそれをしてでも私は生徒さんにこういうものを伝えたい、こういうふうにして喜んでもらいたい、だから私はそれをやるのが生きがいだし楽しいっていう、こう強い思いと熱い思いがなければ努力をする原動力にはならないんですよね。だから自分は本当にやっていきたいのか、かっこ稼ぎたいのかみたいなことも合わせて考える必要が出てくるのが、衰退ないしは停滞していると感じている先生の次への課題になっていきます。そこでいや私は今の状態から出してどうにかまた盛り返したいっていうふうに思った時には、まず昔は楽だったんだっていうことを理解して頭をね切り替えなくちゃいけないです。だからよくお話をしてると感じるのが、昔はこうだった、昔はっていう言葉を使う方が非常に多いんですよね。確かに昔はいい時代だったかもしれないんですけれども、それ見ててもですね、今手に入らない世界なんですよね。だからその時はそうだったのかもしれない、でも今は違うっていうことをやっぱり受け止めて、全くゼロからでもやり直すぐらいの気持ちがないと、多分リニューアルというかやり直しっていうのは非常に難しいなっていうふうに感じているのが2点目になります。で3点目は、長い方は当たり前なんですけど、一つ戦わなくてはいけないことがあります。それは何かっていうと、ご自身の飽きと戦うっていうことです。飽きてしまうことと戦う必要があります。長年やってるとですね、特にリニューアルをあまりきちんとやってこなかった方っていうのは、ある意味生徒さんを長く勤めているとそこも環境も変わりません。だから帰ってくるメンバーも変わらないし、ご自身も惰性でやっててもなんとなく仮に人が来てしまっていたとしたら、何かにチャレンジすることもなく、粛々とやっていればですね、とりあえずなんとなくお金が入ってくるレベル、少なくなってきてるけどっていう場合には、飽きてるんだけれども打開ができない状態だから、飽きと戦わなくてはいけないんですね。そうすると飽きと戦うためには何が必要になってくるかっていうと、新しいことにチャレンジする心が必要になってきます。そしてそれは場合によっては自分の得意領域ではないものにチャレンジすることも入ってくるかもしれないし、全く未知の生徒さん、今まで楽な知り合いばっかりで回してた方にとっては、新規を受け入れるっていうチャレンジをすることが実は必要なのかもしれません。だからそんなことをやっていくっていうふうに考えると、飽きと戦うっていうのはある意味自分へのチャレンジを自分で課すことになりますのでね、そういった意味で辛いことがあったりする場合もあります。特に、何もすごいこうなんていうのかな、強い信念とかを持たずに教室をなんとなく立ち上げても、人数が少ない形で教室が近くにあまりいい教室がなかったりとか、そのお客様がものすごく多いと、勝手にポッと教室がそこにあるだけで人が集まってきてしまうっていう状態を経験してしまっている方とかが多かったりするとですね、そんなことも考えずにうまくいっちゃってたりするので、チャレンジとかをそんなにしなくてもですね、何か作ったらすぐに人が来ちゃうとか、そういう状態を作れてたんで、工夫するっていうことを忘れてしまっている方とかも結構いらっしゃるのも事実です。そうなると新しいことをしようとする場合に、厄介になるのが、変なプライドですね。生実家うまくいっちゃってた過去があるので、新しいことをして例えば集客できなかったらどうしよう、恥ずかしいとか、これっていうのが生徒さんに受けるか受けないかわからない、受けなかったらどうしよう、
集客できない、失敗する風に見えちゃうっていう、他人の目がどうしても気になってしまうとチャレンジすらできなくなってしまうケースが多いんですね。でその時に捨てなくてはいけないのは自分のプライドです。人からどう思われようとも自分が信じる道を行くっていう強い信念がないとその先進めないので、打開策としては、まあ、自分のプライドを捨ててチャレンジをするっていうことに立ち向かうということですね。ここが必要になってくるかなというふうに思います。だから私が感じているのはですね、その年数が超えてくれば超えてくるほど、まあ、守りに入るっていうわけじゃないんですけども、外から見た目の自分をやはり大切にする傾向があるのかなっていうふうに思うんですよね。そうするとますます新しいことにチャレンジできなくなったりとか、人の意見というか、まあ、コメントとか同業他社の友人のそう話とかですね、そういうのがこういちいちこう外野の声が耳に入ってきて、ますます自分の中でがんじがらめになっちゃって、身動きが取れなくなっちゃう。で身動きが取れないうちにどん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 売り上げが下がっていく。ある意味新規で教室をオープンする人、3年目から5年目のちょっと自分でやってみてうまくいかなかった人よりも悩みの度合いは私は深いというふうにやはり思っていて、年数を重ねた分だけ、その分こう重たいものを場合によっては事業整理をかなりして枝葉をかなり切り落とさないと前に進めない方とかもいらっしゃいますし、しんどいなっていうのも感じるのも事実です。しかし逆に言うとですね、10年間とか20年間積み重ねてきている知識がありますね。あとやってきた実績、どういう状態であれ、それをご自身では気づいてない価値があるときに、それをきちんと価値を掘り起こして、あ、自分ってこういう価値がある人間なんだ、価値がある先生なんだっていうのを自覚して、まあ、組み合わせリニューアルって言えばいいんですかね、自分の価値を築き、そしてそれを組み合わせながら必要とする人に提供していくっていうリニューアルをしていくと、初めての人が例えばコンセプトを作って教室を運営するより、もともと持ってる知識と経験がありますからね、例えば高単価の講座を作れたりとか、それを世の中の人が欲しているものをちゃんとリサーチして見つけることができたら、高付加価値高単価の講座を作っていくのもそんなには難しくないので、ガーンと挽回するのはすごく早かったりもします。だからそこをちゃんと意識して、自分は今までの状態を変えて新しくリニューアルしてチャレンジするぞと決めて動けるか動けないかっていうのが、まあ、大きなポイントかなというふうに思います。まあ、その時に自覚してほしいのが一番一つ大切なことがあるのでお伝えするんですけれども、どんなことかっていうと自分を信じる気持ちです。はい今日も別件でですね、クライアントさんのそういったご相談に乗っていて、リニューアルをしなくてはいけないでした場合に、果たしてそれはうまくいくのかどうなのかわからない、私、まあ、高子先生って言われてますけど、高子先生はそのこんな私がそれをやった場合にうまくいくと思われますかっていうふうに言ったんですよ、うん、だから私逆にお答えしたんですね。じゃあ仮に私があなたはうまくいきますよって言ったらやれるんですかって言ったんです、うん、私がうまくいきますよって言ったらやれるんですかっていう話をしたら、先生がそういうふうに言うならできる気がしますって言うんですよね。だからそうなると結局私が言ってできるんなら自分で自覚してもできるんじゃないかっていう話です。はい、だから結局何が必要になるかっていうと、自分はこれでうまくやっていくと決める信念と、そしてそれができると信じる自分の力が一番必要かな。もちろんそれが私がそういうふうに言ったっていうのがきっかけだったとしてもですよ、うん、結局私が言ってできるんだったら私結局何もしてないわけじゃないですか。言ってできると言ったらできると思うんですか、できると思いますって言うんだったら結局自分を信じるかどうかだけになってきちゃうんですよね、うん、
もちろん私はその方が何もね、実績も経験値も何もなくてっていうんだったらできると思いますなんて言いませんけど、ウェブサイトを見てもやってきた経験値とか教えてきた実績、ないしは人数、あと知識の深さっていうのは、ウェブサイト見ると大体わかりますので、組み直しをして動けば多分できるよねっていうふうに思うので、だからできると言ったらやるんですかっていうふうに言ったら、やれると思います。だから要は自信がなくなってるだけなんですよね。そういう時にはマインド的な部分が必要になるっていうのは、そういうことになっていくんですけれどもね。誰かのその信じる気持ち、私はできると信じる気持ちを失っている人も多いのも10年以上の先生の特徴だったりします。自己肯定感が低いというか、自分の価値を必要以上に下げているケースが多いので、例えば、法人からの依頼とかを受けやすいのも10年以上の先生の特徴なんですけど、買い叩かれるっていう方は変なんですけど、その方が持っている本来の価値よりも相当低く言われても受けてしまうっていう方が多くてですね、しかも受け終わった後に、私ってこれやっても何にもなんなかったねって思いながら不毛な思いを重ねてその仕事を受けていくっていう方も多いのも傾向であるので、やはりまず自信を持つことをですね、自分の未来を信じる自信を持った状態で仕事を作っていくっていうことが、一番最初に取り掛かる上で必要なことなんじゃないのかなっていうふうに思いました。ですので、10年以上の、先生が陥りやすい、経営難の傾向っていう部分においては、まず昔楽してきてしまったので、今は時代が変わってるんだっていうのを、しっかり自覚するっていうことがまずその1ですね。でその2は、その自覚した上ですね、チャレンジをするっていう、飽きと戦ってチャレンジをするっていうことをしていくことが必要だっていうのを自覚すること、その2で、その3は、自分でそれをやっていく上でですね、自分の力を信じて、あと変なプライドは捨てる、このあたりがポイントになってくるんじゃないかなと思うので、現状ですね、経営難でどうしよう、この先もしかして教室閉鎖してしまうかもって考えてる10年以上の先生は、ぜひそのご自身の今の状態を内観して、見ていただきたいんですよ。私がもともとコンサルをですね目指そうと思った一番のきっかけは、ものすごくスキルがあるのに教室を閉鎖しようとする先生、ものすごくスキルがあるのにそれを生かしきれないという、一般事務系のパートさんになろうということですね。一般事務の方を否定してるんじゃなくて、その先生はものすごい勉強をしてすごいスキルを持っているのに、そうじゃない業界領域に転職をしようとしている先生を見てきて、財産としてもったいないなというふうに思って、その先生を救いたいと思ったのが、私が一番最初にコンサルタントを目指したきっかけです。その先生方はスキルはあるんです。だけど経営のビジネススキルがないだけなんですね。だからそれを私が教えることができれば、もう一度好きな仕事でちゃんとお金が稼げるようになる。だから私が見てきた、辞めないでほしい先生を救いたいというのが、私がコンサルタントを目指した一番の大きな動機だったんで、10年以上の先生であればあるほど、ぜひ頑張って続けてほしいなと思いますし、そのためのなんていうんですかね、マインドも含めたノウハウの提供っていうのは、私は今後もやり続けて、そういった先生をやはりサポートしていきたいなというふうに思ってますので、これをきっかけにいろいろと考えてみてください。それでは。